2020年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体飯塚人材育成グループユリシス福岡県。活動テーマは中高生が継続して実践する外国人支援をはじめとした地域貢献です。飯塚市では行政主催の中高生の海外研修事業を毎年行っています。一方、市内には留学生や技能実習生など多くの外国人が居住しています。そこで海外研修に参加した OB、OG の中高生がその体験を生かすべくボランティアグループを組織し、地域貢献、異世代間交流、国際交流をテーマに活動しています。来日間もない外国人支援や異文化間交流を目的とした日本語教室の運営補助をはじめ、交流イベントの企画立案、地域課題の解決に至るまで多彩な活動を創意工夫しながら10年以上継続しています。活動を通してグローバルな視点で地域に貢献できる人材が育っています。